は、勝利を表す、三角旗という意味。名金体は、スコットランド英語の聖、マカンタイヤをタイ語読みしたものであり、マッキンタイヤ・メッキと表記されることもある。また、バードという愛称を持ち、バード名金体、バードトンチャイ、ピバードなどとも呼ばれる。特に、ルークトゥンと、ストリングという二つの体音楽ジャンルで知られている。 ルークトゥンは20世紀前半に発展した田舎出身の貧しい人々の生活などを歌い上げる伝統歌謡であり、ストリングは1960年代頃に始まったタイポップである。歌手活動のほか、映画、テレビ、ミュージカル、コマーシャルにも数多く出演している。 トンチャイは1958年にバンコクで10人兄弟の9番目として生まれたが、後に兄一人と弟を失っている。タイでは、欧米系白人とタイ人の子供は、ルーク・クルング、と呼ばれ、父ジェームズは、スコットランド系、ルーク・クルングであった。母ウドムは、マレーシア人。大家族の上に、父親が、 事業に失敗したため、バーン K のスラムに住まなければならなかったが、音楽好き一家で貧しくとも音楽にあふれる楽しい家庭で育った。父親は、トンチャイが幼い頃に亡くなった。トンブリー商業大学を卒業後、賢音銀行で働きながら、モデルの仕事をしていた時に、有名なテレビプロデューサー、カイ・ウラーユースの目に留まりスカウトされた。 1983年、トンチャイは銀行に勤務しながらチャンネルさんのテレビ番組シリーズナムターンマイに出演した。この初めてのテレビ出演で才能が認められ、すぐにテレビや映画やラジオの出演も含めた様々な仕事が舞い込むようになった。同年、トンチャイは有名な歌謡コンテスト。 サイアム・コンラカーン・ミュージック・ファウンデーションに出場し、最高歌手賞など3つの賞を受賞した。コンテスト会場に、ゲストとして招かれていた有名歌手,手テレイワット・プティナンは、トンチャイの歌唱力を買い、アルバムを作成するよう促した。1985年トンチャイは27歳で、デビューアルバム、ハート・サーイ・サーイ・ロムソン・ラオをリリースし成功した。以来、 トンチャイは、タイポップミュージック界の代表者として君臨し続け、人気は衰えていない。21世紀に入ってからもほぼ、毎年アルバムをリリースしており、コンサートのチケットは常に完売する。バードインコンセールバブバードバード曲で最も有名な、ものは、プリックキーヌー、ブーメラン、サバーイサバーイ、コープジャイチンチンなどである。近年リリースされた、ルークトゥンのシングルでは、 2001年発売のアルバム、スマイルクラブに収録されている、ラオスガンファン。2002年のアルバム、シュットラップケークに収録された、女性歌手、シンタラープーンラープとのデュエット、マータムマイ、イーサーン語で歌うチンタラー、南タイ語で歌うナットミーリア、北タイ語で歌うカトリーやイングリッシュの3人をゲストに、中部タイ語のトンチャイが歌った、フェンジャー。がある。 2005年発売のアルバム、ボリューム1に収められた、ヤークターム号ヤークトープと、マイケーン・インペイもヒットした。2007年11月、シンプリーバード発売。同年12月、放送ーー2501を発売。2011年、東日本大震災被災、復興へのメッセージソング、明日のために、を発表。 歌手デビュー25周年を迎えた2012年には、BBB、バブ・バード・バードと呼ばれる、通常のコンサートとは異なる。最大規模のコンサート、ヤングが11月末、2008年以来4年ぶり10回目として、開催された。2013年2月、北海道札幌で開催された第64回、札幌雪祭り2日、大友好親善大使として、公式訪問。 同年11月28日は日、アセアン友好協力事業、日、アセアン音楽祭災害復興への祈りに、大代表として出演。映画や、テレビドラマシリーズに、数多く出演しているトンチャイだが、最も特筆すべきは、第二次世界大戦中のタイが、舞台の悲劇恋愛小説をもとにした、作品、クーガムであろう。 トンチャイは1990年に放送された全26話のテレビドラマで日本海軍対ボリを演じた後、1996年公開の映画でもボリを演じている。映画は同年の大ヒット作品の一つで、対映画としては初めて国外へのホームビデオ配給となり、1998年に英語の字幕付きの VHS 形式で販売された。 2004年公開の2046には自身の役で一瞬登場する。トンチャイはタイに進出している。日本企業の現地放映コマーシャルにも起用されている。1987年から89年まで、富士フィルム1990年にパナソニック2005年にホンダ2006年にキリンビバレッジのコマーシャルに出演している。 2015年4月、大地上破最大手のベックが、史上最大級の予算をかけ制作した連続ドラマ、ゴンキモノの主役である鶴の神、星の巫女として17年ぶりに俳優活動を復活。海外ロケ地として、九州の観光地が選ばれ、2014年春より1年をかけて、撮影をされた。放送後は、北九州の川内富士園や佐賀の雄徳稲荷等の、 ロケ地巡りに九州を訪れるタイ人観光客が急増するなどの影響を与えた。タイの仏教では男性は一生に一度は出家することが望ましいとされており、仏教徒のトンチャイも1997年末から1998年、初めにかけて短期間出家した。タイの最大レーベルである GMM グラムミー社の社長、 タイブーンダムロンチャイタムと親しいトンチャイは、同社の重役を務め、自社株を大量に保有している。バードトーンチャイ,インタビューズ、オン TV アルバム。ありがとうございます。